ソウル・パールムッターは、アメリカ合衆国の天体物理学者、ローレンス・バークレー国立研究所、カリフォルニア大学バークレー校教授、イリノイ州生まれ、宇宙の加速膨張の観測に関する研究で、2011年、ノーベル物理学賞受賞。父は、ペンシルバニア大学の名誉教授の、ダニエル・ディ・パールムッター。パールムッターの読みに関しては、パールムッターと読む場合も、 パール・マッターと読む場合も見られる。パール・ムッターは1959年にアシュケナージ系ユダヤ人の家庭に生まれ、幼少期はマウント・エアリーで過ごした。1981年にハーバード大学を卒業し、1986年にはカリフォルニア大学バークレー校から博士号が与えられた。リチャード・ A ・ミューラーの下で書いた博士論文は、 後の研究成果に大きくつながることとなり、1968年、ノーベル物理学賞受賞者のルイス・ウォルター・アルバレズなどと研究を共にする機会を得た。パールムッターは、ローレンス・バークレー国立研究所の超新星宇宙論プロジェクトの代表者であり、シュミット等が率いる HZT プロジェクトと同様に、イヤ型の超新星に関する研究を行っていた。 1998年に発表した研究成果により、ブライアン・ P ・シュミット、アダム・リースと共に、超新星観測による加速膨張宇宙の発見の功績により2011年にノーベル物理学賞を受賞した。ありがとうございます。